第12戦のポルトガルグランプリはエストリルサーキットで行われましたが、この予選の時日本の中島選手、今宮さん、ずいぶん大変だったようですね。アクティブサスペンションのオイルが漏れて、そのオイルから火が出るというね、まあ、ご覧のようにカチカチ山みたいになっちゃったんですけれども、もう中島も一時はですね、そのヘルメットの辺まで、その暑さを感じたっていうんですね。まあ、ここで最終コーナーまで持ってきて、オフィシャルに指示をしながらマシンから降ります。まあ、実はこのトラブルはですね、この後アイトンセナのマシンにも発生したんですね。チームロータスとしては非常に、まあ、あのアクシデント続きの予選になってしまいました。それではその中島選手の車載カメラでコースを一周してみたいと思います。はい、ここもコーナーの多い、まあ、低中速サーキットですね。まあ、ご覧のようにですね、コーナーにバンクがついてないので、非常に今走りづらいわけですね。どうしても外側に持っていかれる。まあ、ここは右、そして次に左コーナー、ここもフラットに見えますからね。ここ第一ヘアピンを曲がり込んで、まあ、この右手がちょうどパドックになります。パドックの裏、ここに一つコーナーがありまして、ここは全開で抜けますが、まあ、バックストレートですね。そして、左第2ヘアピン、ここは2速です。そして途中ですが3、4、5と上げていきます。そして第7コーナー右、ここは2速で切り込んでいきます。まあ、右コーナー、そして次に左、まあ、ここ S 字状になっています。そして最終コーナーはロングコーナーの、このサーキットでは最もスピードの高いコーナーですね。メインストレートは 600m しかない、しかし 300km まで、スピードは伸びます。ご覧のエストリルサーキットは 4.350km、 ここを70周で争われます。二宮さん、しかし予選の時フェラーリが頑張りました。はい、ゲイハート・ベルが、まあ、自分彼にとっては初めて、フェラーリチーム2年半ぶりのポールポジションです。初のポールポジション、ゲイハート・ベルガーのスタートに注目ですね。そしてプロストも頑張りましたね。そうです。さあスタートです。ベルガーがプロストの動きを牽制します。一方左の方ではピケがセナを牽制します。このスタートは迫力がありましたね。その間にですね、マンセが一直線に加速して1コーナートップ。これはチェザリスのマシンが捉えた後方の車載カメラなんですが、ここで中島とザックスピードが接触するんですね。まあ、このようにまたコース上にマシンが止まってしまいまして、コースを塞いだので、赤旗、レース中断ということです。今年5回目です。まあ、今年は本当に多いですね、赤旗が。マシンはもうスローダウンしていますね。さあもう一遍、はい、中島のマシンを捉えていますが、このまま1コーナーに入ります。すでにこの前方でですね、事故が発生しているんですね。イエローフラッグが左の方で振られます。中島はそれを見て減速します。そして事故車を避けるために画面左に寄るんですね。そこへインに切り込んでいたザックスピードと結果的に接触してしまったと。右側にもね、スピンしてる車見えますもんね。はい、ここで見えますね。ですから中島はもう察知してですね、それで、まあ、結果的にああいう形になってしまったということですね。さあ再スタート。さあ再びポールポジションのベルガーの動きに注目してください。さあ2回目のスタートです。あ、これちょっとホイールスピンが多かったですね。またもマンセルがトップに出ました。後ろではセナがいいスタートを切ってます。マンセルがトップのその後はベルガー、セナ。マンセルはこのレースには思い切ってアクティブサスペンションを使うことにしたんですね。まあ、レーションピケがアクティブを先に使って、まあ、いい結果を収めているというので、このレースではですね、もアクティブに乗るんだと言ってアクティブでスタートしたマンセルです。しかし1周目、まあ、マンセルはいつも飛び出すと先行逃げ切りのパターンに入るんですが、今日はそうはいきませんね。ゲイハート・ベルガーがこのようにぴったりとマークしています。
さあこのコーナーの入り口では一気に詰めますね。第7コーナー、ですからマンセルも今日はちょっと様子が違うなと感じたと思いますね。さあまたこの S 字で距離を縮めます。フェラーリのフットワークが非常に軽いですね。この最終コーナーでマンセルのスリップストリームに入ります。そしてフェラーリがですね、ウィリアムズ・ホンダをこの最高速の出る地点でここでかわすんですね。これは今年初めて見るシーンです。一旦トップに立ちますとベルガーのフェラーリがじわじわとリードしていくんですね。あっという間にこの差が開きました。はい、まあ、エンジンの調子がいい、またシャシーのセッティングが非常にうまくいった、自分の思う通りに反応してくれる、まあ、ベルガーはそう言ってたんですが、まあ、その思う通りのレースの展開で序盤進んでいきます。一方こちらは3位争い、まあ、両者アクティブサスペンションですね、ロータス、ウィリアムズ。ところがこのコースのセッティングということで言えばですね、ロータスはやや難しかったようですね。ネルソン・ピケのウィリアムズのアクティブライドの方がうまく調整できたようです。ここで一気に加速してネルソン・ピケがインに飛び込みます。これでピケが3位に上がりました。セナがどうしたんでしょうか。セナがスローダウンですね。これはエンジンがちょっと急に、調子がおかしくなったということで、セナが様子を見るためにパッとスローダウンしたんですね。これはセナのいい判断なんですね。この後セナはまあピットに入って点検を受けます。さあそしてマンセルです。次々にホンダ勢にトラブル発生ですね、マンセルがストップ。これも急にエンジンがまあ止まってしまった、そういうトラブルだったわけですが、レース後にはですね、エンジンがかかったというんですね。ですからちょっと原因がこの段階ではね、よくつかめない、まあ、マンセルがここノーポイントで終わってしまったというのは、後半終盤に来てチャンピオンシップ争いの上では非常に痛かったですね。さあセナのピットイン、カウル開けられますね。そうですね、ホンダのメカニックが忙しく点検しています。まあ、このようにホンダ勢に何かありますと、じわじわとアラン・プロストの順位が上がってくるわけですね。まあ、ホンダ勢としては2位のネルソン・ピケ、もう彼に頼むしかなくなってるわけですね。まあ、このレースで早ければウィリアム・ホンダのコンストラクターズチャンピオン決定かと思われたんですが、まあ、これはちょっと意外な展開になってますね。さあブーツェンがピットインです。はい、ブーツェンはですね、これはまあ結果的に後でエンジントラブルのためにリタイアしてしまいました。サバリックのコースアウト、さあコースアウトしていたワーリックが戻ったんですが、これ危ないですね。これ第一ヘアピンの手前なんですけれども、ちょうどアウトにはらんでくるところにまあいたんでね、ヒヤッとしましたけれども、まあ事なきを得ました。フェラーリのワンツーですね、ベルガー、そしてアルボレート、その後ろにピケ、そしてアラン・プロストが来てます。アラン・プロストもこのレースはセッティングがうまくいってるんで、今日は28勝のチャンスもなくはないというね、自信の発言をしてたアラン・プロストです。さあピケがピットイン。さあ上位陣では一番最初にこのネルソン・ピケがピットに入りました。まあ、トップグループの中では真っ先に入ったネルソン・ピケ、10秒台のタイヤ交換でしたが、これで6位に下がります。おっと、これはミナウディのカンポスですね。最終コーナーでスピン。さあ、そしてプロストが入ってきました。いつもながら鮮やかですね。早いですね、マクラーレンチーム。さあ、そして28番のベルガーです。さあトップをここまで走ってきたベルガー、今度はメカニックが頑張ってタイヤ交換します。フェラーリの手が
スッと上がりましたね。今日は非常にメカニックも気合が入っています。ドライバーものすごい勢いでヒットを加速して出ていきます。さあその間にファビが3位に上がっています。はい、ファビはまだタイヤを変えていないんです。ですからこの後にですねタイヤを変えることによって、まあ、順位は下がりますね。さあ27番のアルボレートがピットイン。さあまたメカニックが頑張ります。あこれは早いですね。フェラーリの6秒台のタイヤ交換というのはですね もちろん今年初めてですね。それだけもうチームの気合がものすごく入っている、繊維がものすごく高い、まあ、やはりドライバーがあれだけいいレースを見せますね。人の方も頑張りますね。一方ファビとプロストの争いです。ロストが狙っています。この出口が早いんですね、アラン・プロストが。そしてその車速を乗せてスーッとここで切り込んでいくんですね。ファビはもう全く抵抗できませんね。これがアラン・プロストのテクニックなんです。27番のアルボレートストップです。フェラーリの一角が崩れました。さあそしてですねアラン・プロストがじわじわとこのペースを上げてくるんですね。トップのベルガーに対してアラン・プロストが追撃態勢に入ってきました。まあ、一方の3位ネルソン・ピケ今日は苦戦ですね。どうやらタイヤのバイブレーションが出てたようです。そしてペースが上がらなくなってしまったということなんですね。1位のベルガー今通過、そして今見えてきたのが2位のプロストです。この時点ではまだ10秒以上ありました。さあ60周目ご覧の通り4秒以下です。もう手の届く距離ですね。 2.5 秒差。さあこうなるとですねベルガーのバックミラーには赤と白マルボロマクラレンのアラン・プロストがくっきり見えるわけですね。まだ1勝しかしていないゲハート・ベルガー、対して27回も勝っている、勝ち方をよく知っているアラン・プロスト。この2人の攻防ですね、やはりゲハート・ベルガーにプレッシャーかかりますね。ミラーなんか見ない方がいいんですが、どうしても気になるんですね。その結果ほんのわずかですが進入で乱れます。その脇を難なく通過していきましたアラン・プロスト。ベルガーもですが時すでに遅し。はい、ベルガーの2勝目がこれで夢と消えたわけですね。アラン・プロストが28勝に向けて加速していきました。この後はもうアラン・プロストはしっかりペースを落としてですねもう確実に28勝へ向けて走っていったんですね。新記録達成のチェッカーフラッグを受けましたアラン・プロストです。それにしましてもベルガーも頑張りましたよね。そうですね、ベルガーが非常によく頑張ったんですがアラン・プロストはもういかにもプロストらしい勝ち方でですね逆転しましたね。日本の中島悟選手は8位で完走しています。中盤に入っての4戦をご覧いただきましたが今宮さん、ハイライトはやはりプロストの28勝でしょうか。そうですね、今年はひょっとしてもう無理なのかなと思われましたがこの人ジャッキー・スチュアートが14年間守ってきた27勝の記録をですね80年代のグレートドライバーアラン・プロストが破りました。28勝なりましたね。そしてこれから後半に向かってこのマクラーレンがまた伸びてきたというのは嬉しいですよね。そうですね、フェラーリもベネトンも速くなってますからね。まあ鈴鹿に向けてですね、彼らがどのようなその一発の速さをね見せてくれるか、いや鈴鹿が本当に楽しみになると思いますよ。そして日本の中島悟選手もこれからますます頑張ってほしいですね。そうですね、まあ夏リタイアが多かったんですがここに来て復調、まあポルトガルでは8位に入りました。世界のベスト10に入った中島、鈴鹿へ向けてですね中島も新しい挑戦をしてくれています。まずポイント争いもますます熾烈を極めます。日本の鈴鹿というのもあと間近というところまでやってまいりました。